どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望創造戦国史伝シーズン7伊達政宗編、さてやっていきましょう。で、現在ね、1577年なりまして、ちょっと前かな、上杉さんがどうやら、まあ織田に、まあ以前ね、かなり押し込められていたんですが、どうやら連合を組んだようで、まあ我々も連合には加わりました。なんで、まあ反織田連合、まあ第何時だろうまあ第3時ぐらいかな。いや、でも武田信玄さんが、あ、いないな、さすがに77年か。まあ第2時か3時ぐらいの、まあ反織田連合で見ると、まあこんな感じで、あ、鈴木さんもうこの辺別所取っているんだ。で、三好がだいぶやられまして、あとは毛利も進軍、長宗我部は四国をほぼ統一で、ここ西園寺がいるんですが、でも土井さんしかいないんですよね。で、その西園寺自体はここ三井市にいるんですよね。で、毛利家は現在大友家交戦中 で、九州の方は大友がね、島津と手を組んでいるんですよね。まあこんな感じなんでね、まあ今回西日本はほとんどまあ関係はないんですが、まあこんな感じには なっているかな。武田家も結構危うい状態だな。兵力は3万で、北条家が、まあこの辺はまあ他の勢力、上杉やで連合を組んだことによって和解した芦名家がある程度関東には進出で、里見がまあ北条に従属しているが、でその北条が、まあこんな感じで北条家が下位まで進行していて、で駿府も取っているんですよね。まあ見ると敵連合、まあいわゆる新織田連合の方なんで、まあさてどこまで耐えられるか。徳川もまあこの辺でなんとか持ってはいるか。で、東北ですけれども、我々、北と南に部隊を分けまして、南はこの相馬家倒して、で北は、まあ、ついにね、南部さん倒していこうと思います。南部家もね、兵力1万5000しかいません。まあ手負いの状態なんで、まあ叩き潰すのは容易だと思うが、一応どちらもある程度の策は巡らせています。まあ、伊達政宗本人もあと5年で元服するとは思うんですが、そうしたら、まあ、伊達政宗本人を使っていこうかな。舞台は迂回させない。さあ迫り来る敵は粉砕せよ。伊達政宗北上と南下、そしてそれで南部と相馬倒していきますよ。小野寺が途上にいるんですよね。さあ小野寺よ我々に従属するがよい。さてこれで進軍しやすくなった。横手城を通り、まずは角館を落とさせてもらおう。南部はこっちで十分かな。敵の陣がありそうだが、そんなことはない。ならばまずはこの先方打ち破らせてもらいましょう。相手は九戸、こちらは池田、あとは成沢たちで、宝牛のじっちゃん、ちょっと眼光寄りの陣でいこうか。黒人衆がどういう風に来るか。まずは北さんが来た。別にダジャレじゃないよ。黒人衆はそっち、九戸か。相手の黒人衆はそこにいるか。よし、ならばもう戦をしていこう。池田はさらに後退、北をおびき寄せるぞ。黒人衆は成沢で十分だ。成沢はさらに押し込んでこう言ってもらおう。黒人衆と九戸は倒せそうだ。こっちは底力ですものね。臨戦、我が軍略をお任せください。
さあ北さんはどう動くかね。勝負しなさい。いざ尋常に勝負せよ。だいぶこの辺死体が転がっているな。受けてみろ。任せくだされ。北さんは厳しいかな。さあ三方から攻撃を来ている。ここが引き際のようだ。まずは先方は破った。さあどんどん北上。次は八戸が来るのか。ちなみにね、実はね、角の盾、まあ戸沢道盛さんがいたんで省略かけていたんですが、なんとね、我々に下れっていう、まあ使いかな、まあ、出したすぐに安藤さんが城主解任して、こっちのね、多分檜山辺りにね、これ戻しているんですよね。なかなかね、立ち振る舞いがクレバーな感じはしますが、出るぞ。ですが小野寺は従属させる。この策はなんとかなったようだ。で南の方も進軍しよう。かしこまりました。1600の部隊か。側面攻撃間に合うか。北さんが到着。お、幼女か、ももちゃん。ご命令ください。さあではどんどん進軍していきますよ。で安藤の方は花輪さんが出てきたのか。そこそこ強いな。安藤の家臣で南部との戦いの激しさのあまりに、なんかこう城下の川が真っ赤に染まったっていう逸話がある猛将か。なんかドラクエ6のアモールの街を思い出すな。でここでもまだまだ敵の第2波来る。なんかさっきと同じ戦場に見えるな。全然前進できていないのかな。とりあえず味方に合流しよう。宝牛のじっちゃんはこっちの部隊と合流しよう。承知いたしました。ここに黒人衆がいるんで、まあ多分池田さんあたりが捕まるかな。まあそれを察してか、こちらの黒人衆も前進してはいるが、だが黒人衆を潰しておけば敵は援軍を出しづらくはなる。かしこまりました。さあ背後を取ろう。任せくだされ。相手は八戸。さて敵の第2波も撃破。まだまだ兵力に余裕はある。北上しよう。こちらでも交戦開始。だが陣があるので危ない。ここはもう強撃、まあ2方向から攻撃しているんで、そのまま放置しておこう。でこっちは花輪さんか。別動隊がだいぶ離れている。延沢は合流しよう。お任せください。酒延さん一旦交代。花輪さんは多分延沢に突っ込んでくるかもしれんが、かかれ。あまり動いてはいなかったか。お任せください。さあいくら猛将といえども挟まれた状態ではどうすることもできまい。戦の仕方を教えてやる。酒延べ馬防策が作れたんだ。まあ穏便に済ませたくは角の盾の調略は成功させてもらいたかったが、おお安藤自ら来るか。一応援軍使っておこう。小野寺に角の盾攻撃。一応ゴズメとして
出てくれたらありがたいが、こっちは300。お、木材か。いや、あの木材いらない。どうせなら鉄を欲しいな。もしかしてアシナ、お前も余っているのか。桜庭さんっていうのかな。南の方は相馬さんか。意外と持つね。だが南からはこちら伊達春宗と最上義明の2部隊、こちらで佐藤さんがいるこの権現堂落とさせてもらいましょう。昔にするな、生きるのだ。岩木さん、増援どうかな。まあいいや、増援なしでもまあ対応はできるだろう。意外とね、小野寺さんが動いてくれないんですよね。やっぱり潰した方が良かったかな。命を無駄にするでないぞ、敵将を捕獲したぞ。天道さん、回り込む余裕あるかな。お任せください。こちらの部隊、そろそろ宝牛のじっちゃんが厳しい。よし、じっちゃんは交代は間に合うようだ。さあ内通、これでこの部隊は戦闘には加われない。で相馬さんも破ったんで、あとは A さんかな。表情を始めましょう。報告いたします。まあゆっくり進軍してはいるが同盟は続けぬ向こうから勝手に何回か行ってきているからな。落とせるなら落とすつもりではいますが、じゃあ続きをやっていきますよ。いや、前回まではね、本当伊達家統一するまでかな、まあ政宗家と照宗家があってかなりややこしいことになっていたのは申し訳ない。生きるのだ。そこはちょっと失敗だったかなとは思いますが、花巻は耐久はせん。ここは貴様らの地獄よ。敵の増援が来るまでに片付けたいが、来るな、ならばもう合戦しよう。相手は200人いるんですね。お、で鬼庭さんが来た。合流しよう。300の池田さんはちょっと厳しいかな。お、政宗も到着。続け。さあ独眼流も続くぞ。敵城門突破しました。いやでもさ、この実況を撮っている頃ね、信長の野望の新作、大使かな、あれが発表されたんですよね。公式のホームページ見ていますと、発売がどうやら、今年の冬らしいですよね。って考えたら結構冬忙しくなりますね。信長の野望の他にも、あとはコールオブデューティの新作も出たりするんで、まあ秋はなかなか忙しくはなりそうだ。かしこまりました。やるとするか。で増援が来ただろう。もうちょっと遅めの方が良かったかな。かしこまりました。そうすればこの、まあ、館落とした頃に増援が来て敗走っていうのが、お、権現堂は下った。義明素晴らしいぞ。打ち抜け。覚悟は良いか。かしこまりました。我らが戦、とくとご覧あれ。成沢はこっちから門を開けよう。敵城門突破しました。あとは左月神速、思い知るがよい。一気に館を落とそう。残る部隊はこっちから。やるとするか。かしこまりました。さあ下月、あとは任せた。我々はもう城から出るぞ。無理に九戸の800の部隊と交戦する必要はない。よし陥落。
もうそこまで迫っていたか。負ける気がしないな、敵将。捕らえたり。これで800の部隊とは、一切交戦せずに撃破。で、政宗でこちら洪水寺かな、落としていきましょう。下月は別方向から攻める。こっちは側面攻撃成功している。あとは安藤さん、南はそうだな、こっちは300人ならば一旦義明を北に向けよう。なんか一緒に包囲に入っているっていうのがまた滑稽ではあるが、ここももうパパッと落としていきましょう。お、どんどん援軍が到着する。今回山岡さんは政宗とは別動隊として動いていますが、無理に全部の門から攻撃する必要はない。立岡さん厳しいもんね。お任せください、始めようか。でも門に取り付いているのは一人だけか。城門を破壊しました。意外と耐久は低いようで。城門を破壊しました。神速とか使えるが、もうこの距離ならいいか。結局全部の全部の門を攻撃してはいるが、かかれ。敵城門突破しました。自動的にほっといてもみんな包囲しようとしますからね。いや、落とした後修理することも考えてほしいものだ。破壊しました。そこ門開いてるよね。もうちょい交代して守った方がいいとは思うが、これで十分だろう。我が道を開けよ。で、捕獲芝さんが入ったか。でも芝秋政確か忠誠結構必要忠誠高かった気がするんだよな。承知いたしました。木畑さんっていうのかな、小畑さん。彼が停戦が解けた後、我々が一気に攻撃を食らう恐れもあるが、その前にここを落とせれたらいいんですけれどもね。お、まだまだ援軍を送ってくる。お、戸沢みどりさん、包囲不完全になっている。ならば延沢と酒延べ、いや、もうこの状態なら落とそうか。相手はもう162人ですからね。それでも3部隊いるんだ。しかも櫓がここにあるんだ。ならば天道に任せて酒延べと酒延べと、あとは延沢、彼は東を攻めていこうかな。で、郡さんも到着。お任せください、続きなさい。引け。なかなかダメージが大きいぞ。城門を破壊しました。だが相手は引いていくな。お任せください、お任せください。もうここなら一方の門から攻めた方がいいか。ちょうどね、花輪さんがこの門を離れているので、門は若干弱くはなっているとは思う。で、決めます。乱戦強化で一気に門を破ろう。かしこまりました。皆さん、お気をつけて。いや、だがまだまだ敵の備え残っているので応援に来たか。我が策で貴様らを殲滅する。引きましょう。敵城門突破しました。よし、突破した。あとは北上しよう。承知いたしました。敵の増援も迫っているので迎撃しなければならないが、お、表情が始まるか。ならば中断しよう。
ふむ、豪雪の被害はないか。報告いたします。先月の収支です。いや、この小畑のじっちゃんコンビがちょっと怖いな。1600人が背後にいるんですよね。小国さんは一旦交代させよう。で、立岡も交代。で、春宗でこちら岩木倒していきましょう。一部隊でなんとかなるかな。他出せる拠点は生きるのだ敵将、捕らえたい。しかも陣がある。親父いけるか。権現堂に武将が来ればいいんですけれどもね、もうちょい時間はかかるかな。で、そうだこっちをやらなければとか言ってるうちに、延沢が足止めしているうちに合戦かな。相手は残り20人。行くぞ。もうこっから北を目指しましょう。承知いたしました。お任せください。郡さんが主力っていう感じかな。かしこまりました。皆さんお気をつけて6人で立ち向かうか。いや、とても6人には見えないぞ。あれかな、あのハリボテかな。しかも槍ブスマを組んでいる。なかなか優秀なハリボテだ。いや、倒れたように見えるぞ。とても敗走する人数には見えないな。これ6人ですよね。まあいいやさあ、とりあえず足止めしてくれているうちにギリギリまで持てばいいが、だがあと7人。ここにはいないな。こっちか。かしこまりました。お任せください。始めろ。よし、ここは貴様らの地獄よ。これで角の盾が落ちた。延沢も交代しよう。で、どちらかの部隊を入場させよう。鶴岡から来ている天童さん。おや、まあ捕獲したが入らんか。で、あとはこの角の盾で迎撃しよう。男と言ってもこんなものですね。いや、小野寺さん何もしていない。おかしいな、動いてくれなかったんですよね。で、権現堂からこの3部隊出陣。春宗を援護しよう。で、こっちの停戦が切れる前にもう相馬を倒そう。ギリギリ持つかな。よし、取り付いた。停戦が切れる前にやらなければならない。見るともう相馬さんが這いついている。相手は2部隊。続きなさい。お、到着したか。相馬親子で迎撃してくる。退却せよ。だが、あと残るはこの森種か。かしこまりました。届くかな。新速を使って交代する。おや、まだまだもう一部隊いたかね。お、吉明の方に突っ込んでくるか。そういうことだ。思い知るがよい。これで決めるぞ。敵城門突破しました。新速を使った山岡さんがなんとか捕らえきれればよいが。かしこまりました。引け。よし、なんとか捕らえた。あとは敵がどんどん後退していく。もう一方から攻めた方がいいか。お任せください。敵城門突破しました。さあ、どんどん進みましょう。私に続け。あと30人。聞くぞ早いな。敵将捕獲した。我が道を開けよ。敵将、よし、これで1600人と交戦せずに済んだ。あとは交代。
兵糧はまだ12,000。山岡さん、リフ城から来ている。ここは大丈夫か。ならばこの3部隊交代。城へ戻る。でここは陣があるんで、わざわざ合戦していく必要もあるまい。こっちは港城に交代してるんだ。騎乗する。なら氷さんはこちらから攻めよう。かしこまりました。とりあえず角の盾を取っておけば、まあ仮に安藤が攻めてこようともなんとかなる。でも安藤さんは津軽と停戦を組んでいるんだ。続け。春政来るか。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。北からも増援が来る。その前にはこの洪水寺落としていきたい。さああと24人。さあどきたまえ。負ける気がしないな。お、イベントでしょうか。おっと、上杉謙信亡くなる。いや、悔いはない。そうかな。結構織田にやられていましたよ。さて、上杉謙信アル中で亡くなる。表情を始めましょう。報告いたします。さすがにお盾の乱は起こらんか。